どうも、ちびすけです。海兵隊のマリサだ。なんか最近出番が多い気がするのぜ。今回はヘリの作り方を紹介していきます。UH-60 ブラックホーク、言わずと知れた名ヘリコプターだな。テールローターに RPG? ああ、あったね、そんな戦争映画。ああ、なんとかダウンだっけな。ほんじゃ早速取り掛かろうか。まず用意するものは、石レンガのブロック、階段、半ブロックと、ガラス、黒ガラスだぜ。マリサが言うの早いから持ち物欄参照してください。デシペロリンチョンマゲハゲハゲ。それももはやチビスケのネタとして定着しちゃったね。元になったのはフレンドのアマツさんなんだけどな。まずはブロックをこんな感じに置いていきます。そしたら半ブロックをホイホイホイっと。その横っちょに階段をこんな感じに。そしたらブロックを伸ばしていくぜ。そういや、今回は音楽の雰囲気がいつもと違うな。そうだよ。ちょっと変えてみたんだ。たまにはいい曲選ぶじゃんか、ウプ主のくせに。セミとはなんだ、セミとは。君たちはいつも一言余計なんだよ。はいはい、それはさておき、実は黒ガラスの出番はここで終了なのぜ。単なる飾りだからね、仕方ないね。しかし、なぜシュガーカルトの曲なんて選んだんだ？もともとロックとかメタルが好きだからね。しかもこの曲が収録されてるゲームには思い入れがあってね。どうでもいいのぜ。自分から聞いといてそれはないだろ。いやいや、そうじゃなくて、なぜこの曲を選んだか聞いてるんだ。単に気に入ってるから。やっぱりいつもの主だったか。僕の動画なんだから自由でしょ。とっとっとっと、そんなんじゃ視聴者が減っちゃうか。だんだん本性が暴かれてきたか。やめつくりー。また陰夢56か壊れるな。お前もじゃないか。訴訟。あ、そうそう、この UH-60 は実物と違ってギアが動かせるぜ。回路スペースに余裕があったからね。そう遠くないうちに攻撃ヘリの作り方とか海軍紹介とかの動画を作りたいね。そうだな、せっかく作ったのに紹介しないのはもったいないぜ。海軍紹介動画の場合は私の出番はないけどな。海軍はサナエが担当だね。なんでいちいち担当なんて決めてるんだ？なんとなく。いつも適当に決めてんなお前な。いいじゃん別に。視聴者に楽しんでもらえれば何よりだし。そうか、楽しんでもらえてるかどうかわからんが。なんだお前。って、ニトリじゃないか。何しに来たんだ？ニトリさん、待ってくださいよ。お、あや、久しぶりだな。お久しぶりですマリサさん。また実況やってるんですか？楽しそうじゃん、私たちも混ぜてよ。おい、どうする？別にいいんじゃないかな。この二人なら迷惑かけなそうだし。あ、そうそう、主さん。なんだい？紛らわしいのでそのキャラ素材やめてください。だが断る。はいはい、わかったよ。あやの頼みなら仕方ないね。キャラ素材変えるよ。誰だお前。はいはい、ベタな反応は置いといて動画を進めるよ。すごくイケメソになったね。実際もこんなにイケメソだったらいいんですけどね。どうせなら記念虫の方を選べばよかったのに。だって僕茶髪じゃないし。あ、黒髪だったら使うのね。というわけで今後はこのキャラ素材でいくぞ。ダイナモ感覚かな。あんまり上級者向けのネタばっかりだと視聴者参加いっちゃいますよ。そうだね、ちょっと自重した方がいいかな。あ、そうそう、君たちはなんでここに来たんだい？ああ、そうでした、ニトリさん、取材の途中でどっか行っちゃうのは勘弁してくださいよ。聞こえないな。都合のいい耳だな。主さん、聞いてくださいよ。どうした？ニトリさんったら新聞の取材の途中で、なんか面白そうなことやってるね、とか言って実況部屋に入ってきちゃったんですよ。デヘペロリンチョンマゲハゲハゲ。ニトリさん、やめてくださいね。私たちにとっては別に実況メンバー増えるからいいんだけどな。はぁ、とりあえずまだ取材は途中だったので、別のネタを探します。じゃあさ、この実況自体を取材するってのはどうかな？意味なし。僕は別に構わないよ。わかりました。そうさせてもらいましょうかね。私たちの動画が新聞に載るよ。やったねタイちゃん。おやめろ。あれはマジでヤバいやつだから。ああ、あれね。元ネタ調べちゃいけないやつだね。やめようね。地味に UM56 を混ぜていくスタイル。ところで今作っている兵器は何ですか？大体わかりますが。UH60 だよ。本物を元に1年くらい前に開発したやつを改良した機体だけど、未だに現役だよ。へぇ、実物とはどういう点で違うの？それは設定上の違いも含めるのか？そうだね、どこまで設定が精密に作られてるのかも知りたい。まず大きな違いは、ランディングギアが収納可能なことだね。それに、バランスを考えて配置も見直されてるよ。エンジンの燃費やエネルギー変換効率も改良されていて、この影響でメインローターの位置がちょっとだけ違うんだよ。エンジンが乾燥されたから、テールローターも若干の変更が加えられてるよ。あとは燃料タンクをチタンアルミナイド合金にしたり形状を変えたりして、搭載できる燃料を増やしたよ。へぇ、結構作り込んであるんですね。あと余罪だけど、重量が18トンまでの物資だったら運ぶこともできるよ。18トンって微妙じゃない？本来は20トンまでいけるんだがな。安全性を考慮して一応18トンまでってのがセオリーだぜ。なるほどですね。18トンっていう重さは何かに関係してるの？
よく聞いてくれたね。18トンはちょうど米軍のクーガー装甲車の重さなんだよ。へぇ、でもなんでクーガー装甲車？わからないか？何が？クーガー装甲車は MRAPの中でも最も重い部類に入るんだよ。あ、なるほど、ほとんどの軽装甲車両を運べるんだね。おぉ、ニトリさん、さすがですね。えっへん。でも、ブラックホークが車両を運んでるのってあんまり見かけない気がします。まあね、基本的には入団砲とかコンテナとかを運んだりしてるぜ。車両はほとんど CH-53 に任せっきりだね。いいんだよ別に、物を運べるっていう事実が重要なので。さて、ここからローターを作っていきます。金床、滑らかな安全板、ボタン、丸石の壁、一連座のハンブロック、石のハンブロックを用意してください。あ、私からも一つ質問いいですか？なんだい？最高速度と航続距離はどれくらいなんでしょうか？最高速度は約310キロで、航続距離はだいたい900キロくらいかな。なんだっけ？360キロ以上出すと空気抵抗で空中分解しちゃうんだっけ？いや、空中分解はしないぜ。ただ、ハイドラとかミニガンとかを装備してると、それらが吹っ飛ぶぜ。あれ？エンジン最大出力でも310キロなのに、360キロも出せるんですか？場合によってはね。例えば、高度4000メートルから急降下したりとか。普通はそんなことしないよね。わからんぞ、ミサイルを回避するかもしれないし。RPG がテールローターに、それさっき聞いた。でも実はブラックホークダウンはまだ見てないんだよね。ああ、ついに言っちゃったよ。ブラックホークって、戦争ものの映画なら大体出てますよね。シコルキーエアクラフト社が誇るベストセラー傑作機だからな。ブラックホークなんて、軍の象徴みたいなものだしね。ブラックホークの他にはどんなヘリを作ったんですか？最近だと、AH-1Z とその介護艦として AH-1S を作ったよ。介護艦、うつむしらしくない言葉だね。まあ、実を言うと AH-1Z のコストがちょっと高いっていう理由でコストダウンを施したのが AH-1S なんだけどな。さてさて、サーチライトの取り付けが終わったから光らせているよ。ああ、さっきの謎の回路はこれだったんだね。わかりやすくするため一旦夜にするぜ。わずかなスペースも無駄にしない構造、いいですね。さすが軍事部、機能性はいい感じだね。ありがとなす。こらこら、そういうこと言って褒めるとこいつまた調子に乗るからダメだぜ。あーんひどい。他には何か作ったんですか？他にはミル28、クッソでかいミル24、UH60 の発展型がいっぱいあったりとか、いろいろあるよ。あとは UH-1Y も作ってたよな。あー、絵の具だね。あれはいっぱい作ってライアンさんのところに売りつけた。何やってるんだ？お金がなきゃ兵器開発が始まらないからね、仕方ないね。そんなことしなくても F-35 を大量に売りさばいてるので大丈夫なのでは？まあ資金は多くて困ることはないから。霊夢には到底理解できなさそうな事実だな。まあ霊夢にお金の話をしても、あんな紙切れと金属の塊に価値があるなんてバカバカしいわ。で返答しか返ってこないからね。まあ霊夢には物の価値っていう概念はないらしいからね。どこ情報ですか？ついて言うならば君たちを作った人、かな。誰だ？私たちを作った人？ニトリ、何か知ってるか？わかんないや。まあ無理さ、動画の解説を。ああ、脱線したな。すまんすまん。これから花火でフレアを作っていくぜ。火薬、オレンジの染料、ダイヤモンド、グレーの染料をそれぞれ2スタップずつ用意するので。あ、何回もミスってるから、ちょっとカットするね。それじゃあ気を取り直して作っていこうか。まずは火薬とダイヤモンドとオレンジの染料を1スタップずつぶち込むので、この作業をもう1回繰り返して、土台となる花火の星を2スタップ作ります。なるほどなるほど、勉強になりますね。そうしたらその花火の星にグレーの染料を合成して、フェードを作るので。あとは紙と火薬を2スタップずつ用意して、対空時間1のロケット花火を作れば完成です。しかし、このフレア、結構いい感じにできてるよな。よく思いついたな。あ、視聴者の皆さんには後でお見せするぜ。そう思ってくれれば嬉しいね。実はこれ、半分偶然なんだよね。そうなの？とあるフレンドが花火をフレア代わりに使ってたんだけど、何回も色と形がピンとこなかったんだよね。そこで僕は気づいたんだよ。そういや、色と形変えられる上に色をフェードできるんだっけ？あ、そこで出来上がったのがこのフレアってわけ。なるほど。今ではロナスター軍や基国軍でも採用されるほどになったよ。へぇ、すごいですね。じゃあそのフレアを試し撃ちするぜ。発射。おぉ、こりゃすごい。見事なまでにフレアが再現されてますね。ちなみにファイアーチャージを混ぜれば爆撃機や二層機用の大型も作れちゃうので。フレアだけじゃなくチャフなんかもあるよ。作り方が全く異なるけどね。まあ、それは別動画を出そうか検討中だよ。あとは爆撃ポットに TNT を入れていくぜ。あー、これって爆撃ポットだったんだね。中身を変えれば別の用途に使えるけどね。例えばどんなのですか？
ファイヤーチャージを入れて撃ちながら目標の上空を飛行すれば制圧用にもなるし、目標が目標なら矢でも代用できるよ。まあ、それはディスペンサー全てに言えることなんだけどな。よし、あとは看板で文字をつけて完成かな。海兵隊だから、ダイビーマリーンズだな。ヘリコプターって海兵隊の分類なんですか？物にもよるけどな。アパッチとかだと陸軍だし、シーフォークだと海軍だな。ヘリって言うと空軍をイメージしてる人もいるんじゃない？まあ、一部の機体は空軍にも配備されてるけどね。例えば？ブラックホークとか MH6 とかミル24とかカモフ60とか。あれ、攻撃ヘリはいないんですか？空軍は攻撃ヘリよりも安価で強力なものを持ってるからな。なになに？量産型ルーデル。あ、英検診だね。こんな感じでギアダウンできるぜ。まあ、この案を思いついたのもたまたまなんだけどね。それは初耳だぜ。開発条件に含まれてなかったのか？含まれてなかったよ。設計した段階で、あれ、これって回路的にギア動かせるんじゃね？って思ってやってみただけ。設計っていうか、マインクラフトでは試作の段階じゃない？それって。確かにそうだね。それじゃあ次は爆撃ポットを試し撃ちするぜ。ちょっと失礼ですが、これってあんまり意味なくないですか？まあね。余ったスペースになんとなく取り付けただけだからね。まあ本来はなくてもいいものだしな。はや、そういうことはどんどん突っ込んでくれていいんだよ。あ、はい、ありがとうございます。ということで、せーの、完成！ UH60 ブラックホーク、完成です。なかなかかっこいいな。あ、楽しかったな。動画に出演するってのも、たまにはいいもんだね。ここに来たやつはみんなそう言うな。これはいい記事が書けそうです。ありがとうございます。私なんか取材するより、最初からこっちにした方が良かったんじゃない？失礼はしません。取材を断られたから急遽変更しただなんて言えない。まあ、みんなにはもうちょっとだけ付き合ってもらうことになるけどね。え、そうなの？これからいろんなオプションを紹介していくぜ。まずは、ドアを閉めた状態を作るぜ。作るっていうか、ブロックを移動させるだけなんだけどね。でもこれ、ドア閉めると爆撃ポットが使えなくなるんだよな。どうにかならんのか？それは僕にあの言葉を言わせるふりなのかな？ああ、もう予想できたからいいぜ。これって欠陥じゃないんですか？まあフレアはかろうじて使えるから問題なしだよ。でも爆撃ポットは使えなくなるんでしょ？爆撃するときはドアを開ければいいんだよ。まあ敵の猛攻を受けながら爆撃なんてしないだろうからな。ドアってどんなときに閉めるんですか？高高度を飛行してるときとか、要人や病人、怪我人を乗せてるときとかかな。このドアは防弾性もあるから、敵の猛攻を受けてるときに、ドアガンを撃たない場合は閉めるよ。でも RPG は防げない。もうそれあった。そんなに見たいならツタヤで借りてくれば？ブラックホークダウンはことごとく貸し出し中なんだよ、畜生。ほんじゃドアガンを作っていくぜ。まあ、世界的に大人気の伝説的な映画ですからね。モガディシュの戦闘だったっけか。ブラックシーの戦い、とも呼ばれてるな。あれは嫌な事件だったね。地味に富武である。ささやかではありますが犠牲になった米兵の皆さんにご冥福をお祈り申し上げます。こんな動画で言うかね。動画の規模なんて関係ないでしょ。ましてや僕の動画なんだから。そうですね。信じられるかい？こうしてる今でもたくさんの兵士が命を落としてるんだよ。戦争ってのは、私たちの想像以上に悲惨なものなんだよな。ああ、はいはい。こんなところで暗い話してたって何にもならないよ。お、そうだな。主、何か面白いこと言え。うわ？あるところに、ジジイとババアが。もう結構。帰れ。ひずえ。出だしからすでに面白くなさそう。まあまあ皆さん。ってことで実際にドアガンを撃ってみるぜ。ヘリの基準に実弾入れて撃つのなんて何ヶ月ぶりだろう。もしかしたらもう1年くらいやってないかもな。回路の動作を確認するだけなら雪玉のが軽いしね。ほんとそれ。ファイヤー。相手は死ぬ。木造の建物に撃ったら効果的面でしょうね。もう片方もファイヤー。ブライトさんも納得の弾幕。避けるの難しそう。重くなるからそろそろ止めようか。FC 基準はワールドの端っこに溜まるから厄介だぜ。射程みたいなのないのかな？ないっぽいですね。さて、いよいよお別れの時間がやってきてまいりました。PC 版の動画は今後、発展したらあげようかと思ってます。PC 版こそ担当を決めるべきじゃないか？そうだね。考えてみようかな。面白そうだね。お邪魔しちゃおうかな。私も混ぜてくださいよ。まあまだわからんけどな。ではでは。ご視聴ありがとうございました。